スノーマン阿部亮平、重要な役割も担っている水族館に現場取材。阿部亮平、水族館を取材。プラスチックゴミや工業排水による海洋汚染、過剰な乱獲などの影響で海洋生物の個体数は、1970年からの40年間でほぼ半減しているという。海の豊かさを守るために水族館ではどういった取り組みが行われているのか、阿部は、イット、のお天気キャスターであるガチャピンと共に、墨田水族館を取材。まず、阿部とガチャピンが向かったのは絶滅危惧種、アオウミガメの水槽。絶滅危惧種を人の手で、どう育て、どう守るかを調査する。また、今年生まれたばかりのマゼランペンギンの赤ちゃんとの触れ合いを通じて、水族館ならではの徹底した健康管理の楽しさと難しさを学ぶ。さらに、墨田水族館で人気だというクラゲの生態を余すことなく見られるラボも取材。ここでガチャピンは、クラゲが大きく成長するのに欠かせない餌やりに挑戦する。そして、水族館の生き物にとって重要な海水を海からの輸送ではなく人工で作る仕組みも調査。水族館の最新の取り組みから、阿部とガチャピンが見出した海の豊かさを守るために必要なこととは。